勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで週折り返しですね。はい、お疲れ様でございます。今日のこちらの方面は曇りですね。で、昼からなんか雨が降るそうです。福岡の方ですね。はい、ちょっと蒸してますね。なんかちょっとこう休み、私は休み明けなんですけどね、皆さんまだバリバリでしょうけど。はい、あら、俺今日あれ忘れたかな、ちょっと忘れ物しちゃったかもしれませんねっていう感じなんですけど、はい。昨日はお休みいただきまして、ゆっくりさせてもらいましたということで、はい、もう皆さんもう仕事バリバリの中お休みさせていただきました。昨日天気良かったですね。ちゅうか、すごく暑かったですね。はい、もう夏やねっていう感じで、あんな感じです。今年は海行くかとかって思ったりするんですけどですね、多分足つってから溺れるようなとか思ったんですけど、もう何十年も行ってないですもん、海。あんな感じでございますよっていう感じで、バンクシャの吉野さん、細川さんですかね、これは陶芸家の方って言っていいんですかね。はい、だからちょっと通ってるみたいですね。なんかその器というか鉢とかですね、そういうのができるまでっていうのはこんなに大変なんだよっていうのをこう、実況というかレポートというかされておりますですね。やっぱ作家さんってすごいっすよね。作家さんで思い出したんですけど、私のフォロワーさんでオズワルドさんっていう方がいらっしゃるんですけど、この方もすごいちょっと精巧な感じの、造形のグラキリスにこう足が生えたりね、こうしてるような、フィギュアって言ったら失礼なのかな、その人形、でいいのかな、を作られてる方でして、またこのなんかポップアップだったらね、ポップアップで中展示されるそうです。はい、よかったらチェックしてみてください。すごいビビると思います。何じゃこりゃっていうぐらいので仕上がりになっておりますんで、はい、やっぱ作家さんプロが違うなっていうのを分かると思います。で、もう一人、ロビンドンさんですね。はい、3D プリンターを駆使して、いろいろな造形をされてる方なんですけども、この、このインスタの中の業界ではもうこの方がもう第一人者じゃないですか。はい、まあ、鉢にしろ、ね、こういった、植物にしろ。で、プレゼント企画してるみたいですよ。リアルグラキリス。びっくりすると思いますね。わからないですもん。私も昨日、ちょっとプレゼント企画っていうことなんで、もう、ちょっと、あんまりしないんですけど、もう本気でちょっと欲しいので、そのまま言われる通りの宣伝というか、応募方法をして しまいました。みんな欲しいじゃないですか。ねえ、あんだけリアルやったらですね、やっぱなかなかグラキリスって手に入りにくいと思うんですけど、すごいですよ。はい、今日なんかすごいすごいばっかり言ってますね。はい、はい、じゃあこの続きはまた後で。バキコキさんのブラキ。はい、パキポキさんのぼやき続きということで、休み明け一発目ということなんでですね、ちょっと鳴らす、体を鳴らすためにですね、ちょっとベラベラちょっと喋っていこうかなとかと思ってるんですけど、さて、もうやっぱり今週末から梅雨入りかとかっていうことやったんですけど、今日昼から雨降りの、今度いつだったんですかね、2日後か3日後ぐらいにまた雨が降るというような、ちょっとなんか、まあメリハリがあるような天気なのかちょっとわからないんですけど、今日は水やりしちゃダメですよって話なんですけどね。さあどうだろうか。庭に置いてる植物たちも調子がいい子は調子いいんですけど、まあ明らかにでかくなっとるよねとかいうのもあるんですけど、やっぱちょっと日が強すぎたかなっていうので輝けたりとかしてる子もいますね。はい、しょうがない、そう思っております。
ね、結構みんな大事大事にね、やっぱりこう管理されてると思うんですけど、たまに、あの時には大胆に、時には繊細にね、というような格好つけておりますけど、ただ放置してるだけです。すいませんっていう話ですね。メダカちゃんたちも結構でかくなったっすね。卵は一丁産めませんけどね。まあまあいいです、いいです、もう観賞用ですからですね。はい、もう全うしていただければそれでいいのかなと思っております。あとどうなんすかね、ポスターちょっとあんまり見れてないんですけど、まあ皆さんいろいろ写真撮ってあったりですね、食欲旺盛なのかなとかって思っておりますが、ちょっとやっぱこの蒸すっていうのがちょっと嫌な感じかなと思っておりますね。まあ、今家の中にあるのはあのホリダとキコリュウとアエオニウムとどれかな、今入れてるんですけど、外出したらいっちゃうのかなとか思いながらですね、結構今調子悪くないんで、もうこのままでいいのかなとか思ったりやっぱするわけなんですけど、でもね、実際の外出して、まあ、どっち転ぶか分からないでしょ、外に出してえっていうぐらいね、もう1日2日ですぐ分かりますもんね。うわっ、やっぱそうなんやーって言って、あのディッキアなんかも葉っぱの色がちょっと変わりましたもんね。やっぱ家の中に売った時はなんかちょっと元気がないような感じで、まあ、どんな色やっていう話なんですけど、でも全然違いますもん。じゃあのマサさんからお迎えしたのサボテン、なんていうサボテンか出たんですけど、花芽が出たんですけど、もうかなりもうパンパンになってきるんですもんね。もう一個の方がちょっと植え替えをしてしまったので、どうなんやろうかって今ちょっと心配ですね。あれ難しいんじゃないかなとか思いながらですね、植え替え戦やったらまた大変なんで、今ちょっと今公開気味。せっかく来たんでね、えやっぱりちょっとこういい鉢に入れたいなーとか思ってやってみたんですけどねっていう感じですね。難しいなー、あ、なんかですね、ネットで、まあ、これは賛否両論なんかとかと思うんですけど、春がっ、なんて言うの、春がっ、夏がっ、あれ、違う、夏がっ、冬がっってよく言うじゃないですか。あれ、実は、厳密に言うと、春がっ、秋がっっていう意味らしいんですね。その分かりやすいように分別するために夏型、冬型っていうことなので、じゃあ夏型って言ったら夏にこう花芽が出たりこう動いたりするんかっていうことではなく、やっぱ春に動くじゃないですかね。で、キコリとか冬型とか言われてるんですけど、秋に動くっていうことらしいんですよ。だから実質表現としては春型、秋型っていうのが正しいのかなというのを書いてあったんで、あ、そういうことと思って、いやだから夏型っていうからやっぱ夏になんか動き始まるんかなとか言ってやっぱ思えないですか。でも厳密に言ったら違うそうです、春に動き出してるらしいです。はい、で秋に動き出すらしいです。はい、そういうことらしいです。だから、種類をね、分かるために夏型、冬型っていうふうにしといて、実際は夏は春、ね、で冬は、秋というふうに覚えてて、育成するといいですよというふうに、書いてる親切な、方がいらっしゃいました。多分有名な方ではないかなとかと思うんですけどね、はい、こういうのはもうどん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 広めた方がいいと思いますけどね、はい、いろいろ書いてましたよ。開墾植物って知ってますかっていう話になって、開墾植物と開墾植物の違いとかですね、はい、結構マニアックな感じやなとか思って見てたんですけど、まあ、実際も開墾植物一択でいいんじゃないですかっていう感じで、思ってるんですけど、まあ、男性の方は特にこう突き詰めてこうするのが好きですから、開墾植物はこうであるべきだみたいなねところがこうでこうすっきりしたいからそうやってするんだと思うんですけど、結構植物が曖昧なのが多いです。はい、名前もやっぱ販売者がこう売りたいから名前を独自でこう、まあ、造語ではないんでしょうけど作ったりね、だからそういう感じでちょっとこう振り回されるところあるんですけど、園芸店とか行っていくとですね、もう一緒くたにアガベとかで売ったりしてますもんね。だ
からやっぱそこら辺でこう目利きができる人とかっていうか、まあまあ経験積めばですね、これこうやろうなとかですね、わかると思うんですけど、でもいいんですよ、最初はなんかこれなんか聞いたことあるなというのところからこう始めればですね、いいんじゃないかなとかって思いますよ。それからだん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 これどうなんやろうかって紐解いていけばいいのかなと思うんですけどね。まあ、私の孤独のグルメですかね、孤独の食欲ですか、もう私ほとんど知らないからですね。ただこうカキ言ったらなんかもう園芸店行ったら、お前なんか俺この前書いたよなこの絵とかっていう感じで思い出すんですよ。だからまあ私にとってはまあプラスなのかなと。ただこの絵違ったなとかいうのもありますけどね。だから中にはいやいやいやこれはないでしょとかっていう絵ももちろんあると思うんですけど、すいません、もう短時間でバタバタ描いてるっていうところがある言い訳です。はい。楽しんでいただければと思います。さて、まあ私はもう休み明けということなので、今日くっそ忙しい、多分ね。しかも雨っていうのはたまらんなのかと思ったんですけどね。ちょっとここ何日間かちょっとすいません、昨日おとつい、YouTube ちょっとアップし損ねてたりとかしてるんですけど、まあ、ほぼほぼ毎日ちゃんとやることをやっております。ただ更新してないだけっていうことなので、すいません、ご了承くださいませ。ということで、明日は金曜日ということで、やっと週末ですね。まあ、ちょっと今日は雨降るから、まあ、明日明後日とか大丈夫なのかなとかと思うんですけど、いかがなんでしょうかね。はい、そんな感じで思っております。はい、ちょっと暑い日が続きますが、くれぐれも水分補給忘れずに、お互いに張り切って笑顔で頑張っていきましょうねということで、今日はこんな感じで終わっております。終わろうかと思います。お疲れ様です。てっけにじー。私ともあろうものがドキドキしてきました。わかる、すごかつては夢もあったさ、にじみあふれるこの胸は、俺たちはまたソーサル路上にいるのさ、きつく気分もいいのさ、土曜朝からフライデー夜まで、俺たちはまたソーサル路上にいるのさ、あんたは別れしないだろう、住み始める、土曜朝からフライデーナイ、吹き上げろぶち上げろ、路上へ、ノイズノイズで砕いちまえ、Oh on the street again again、路上へ。ディッディ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 。